番年上の人がイタリアでから来た元大学教授の人が75ぐらいの女性がいたりして、たくさんのいろんな国でいろんな年の人たちといて、そこが自分が全然なんていうのかな、いることが難しくなかったのが、自分にとってはこの仕事をしてたことが良くて勉強しやすかったので、大変だったのは今本当に思うんですけど、1年半ぐらいいたけど、やっぱり聞くのは随分分かるようになったけど、こういうふうに自分のことを長く話す、英語で話すっていうのはまだまだこう勉強が必要だなと。先ほどもお話ししたみたいに、私は14歳の時に始めた時は声優さんじゃなくて普通の始めたので、こう声優さんになりたいなりたいと思ってなったわけじゃないんだけど、こう気がついたらこう声優さんの仕事がたくさんなってて、今も続けてるんですけど、まずすごく誇りに思ってるのは、そんなきっかけだったのにこんなに長く続けられていること、そしてまあ自分が思うよりたくさんの人に必要とされてそれが続いていることがすごいありがたいというか嬉しいこと で、主役をやった「やわら」っていう作品に関しては、オーディションがあるっていうのを聞いて原作を読んで、であこの作品はやりたいなと思って、自分からマネージャーさんに初めてオーディションに行きたいですって言って、そして本当に主役になった時は、なんかあこれで、なんていうのかな、自分のキャリアが始まるかなっていう感じです。そのなんか昔そのキャリアを始めた時はまだフィルムデジタルになるなんて思ってなかったし、ゲームにコールも入ってなかったし、たくさん今と関係が違う、こんなに海外にお仕事に来るなんてことがになるとは思わない時代からやっているのですごい今の状況がびっくり。それは実はたくさんいるんです。なぜならもう今日本の声優さんの数がすごく増えていて、例えば私が自分のカンパニーに入った時は80人しかいなかったけど、今350人自分の事務所だけど、だから同じ事務所の人でも仕事したことない人はいっぱいいる。原作があるものに関してはやっぱりこう原作者の先生のイメージがあったりとか、ファンの人のイメージもあったり、それからディレクターさんのイメージがあったり、自分が持っているものがあったりして、それをこうやっぱりみんなの中で一番いいところを取るっていう作業が必要な気がする。でオリジナルに関しては本当にそのディレクターさんと私たちキャストでこう話をして、こういうイメージ、特にもうオリジナルのものに関しては監督さんがこうっていうイメージが強くあるので、それを尊重する。みんなで初回の時にやってみる。そしてあ誰々さんもうちょっと年齢上げましょう、誰々さんもうちょっとトーンをっていう時もあるし、相手の人がそうやるなら私はこう出るとかっていう、なんとその本当にカンパニーでなんていう、ドラゴンボールに関しては私が参加する前にも長くて、多分もう人気があったんですね、きっと。そしてでもこんなに全世界じゃなかった。でセーラームーンに関しては日本でもあんなに人気になるってきっとびっくりなぐらい の人気になって、だからでも考えるとセーラームーンってとてもオリジナリティがある、その海外の人が見たらこうセーラー服を着て変身してっていうのは面白いそしてドラゴンボールもちょっとすごく長いお話でっていう、その一話完結じゃないっていうところですごく長く続いた作品っていうところが
やっぱり皆さんの次を見たらもっともっとっていう気持ちがある。セーラームーンのイメージって楽しいアニメ、そのいつもちょっと悪者やったり問題があったのをそのセーラームーンたちが問題を解決してっていうスタートだったと思うんです。でも私が参加した時あたりからちょっと重たい大きな話になっていて、それで自分が引き受ける役っていうのはそこのパートなんだっていうまず驚いて、だからすごくね、演じてて楽しい役だった。その、ホタルちゃんっていう人をちゃんと生きられたっていうか、その生まれたところから自分を犠牲にして人のためっていうか、その世界のためっていう完結までをなかなかそう演じられることはない。いつもはだいたいパートだけだけど、それはだからすごく自分の中で大事にして、彼女を生きるので、いまだに皆さんの中で大切な作品がある、大切なキャラクターであるっていうことがすごく嬉しいです。日本ではもうまた最近ね、その20周年でいろいろやってますけど、ちょっと前まではセーラームーンのために何かイベントをするとか、そのことについてインタビューされるとか、なんかファンの人と話すってことはもうあまりなかったので、なんかこういうアメリカとかに来て改めてファンの人一人一人とサインをしたりとか話したりして。